今ですね、ブルガリアの、ね、首都のソフィアにいます。でソフィアの今、泊まってるホテルですね、プリンセスホテルって泊まってるんですけど、今そこのレストランに食事してるところです。シーン今大体12時ぐらいなんですけどね、夜のちょっと遅い時間なんですけど、24時間やってるんでね、食べてます。で、まあ、これから今から食べるんですよね。今スープ全部一緒に持ってくるとびっくりしたんですけどね、このスープと、これがねスープが、ブルガリアの、スープです。ちょっと酸っぱい感じですね。でこのチーズ、これ前菜頼んだんですけど、ね、チーズのプレート、これもやっぱり ブルガリアですね、まあ、皆さんご存知の通り酪農王国です。なんで、そのチーズ、ブルガリアのヨーグルトとか有名だと思うんですけどね、牛乳から作られる、このチーズ、ブルガリアのチーズなんかも有名です。であとはこれですね、これもね、ブルガリアのサラダですね。サラダ、これも上にかかってるのもチーズかな、うん、結構細かく刻んであるんですけどね、なかなか美味しそうです。でこのパンがあって、でメインでね、頼んだのが、豚肉の、ソーテーみたいなやつ頼んだんですけどね、まだこの、まあこれからなんですけどね、一気に持ってくるとびっくりしたんですけど、普通順番に持ってくるんですけどね、まあまあまあ、でも写真撮るにはね、やっぱりこれだけ一気に持ってきてくれた方が助かるって助かるんですけど、ね、レストランの感じです。プリンセスホテルの中です。でデザートも頼む、フルコースで今頼んでるんですけどね、うん、かなり美味しそうです。まあこれから今から